広島東洋カープ対東北楽天ゴールデンイーグルスのゲームを、解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。赤星さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか注目ですよね。まあそうですよね。そういう意味でも 1,2 番バッターには注目していきたいと思ってますね。はい、その 1,2 番がどう活躍していくのか見ていきましょう。2球目は何で来るか。豪快なスイング打ちました。打球はセンターへ。バッターは2番に入っている高橋。荒垣、まずは先頭バッターを打ち取っています。先発ピッチャー荒垣、そしてキャッチャーは古田。このバッテリーをイーグルス打線がどう攻略していくか。次が3球目。3球目外れました。打ちました。取った。アウト、ツーアウト。バッターボックスには指名打者の長嶋。ツーアウトランナーありません。初球ボール。スピードボールを持っています。ファウルになります。インサイド落ちました。これもファウル。ここは落としてきました。打ちました。取りました。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。さあこれからイーグルスが守備につきます。田村が打席に入ります。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。これが初球。打ちました。痛烈なファウルボール。わずかに右に切れました。ファールボール。アウトロー外れます。打ちました。いい打球だ。伸びていく。ポール際切れました。入っていれば先制というところでした。打った。高い打球、ライトが追いかける。追いかける。突き刺さる。ボール。初球ボール。ボール。変化球が低めに外れます。ボール先行です。よく見ましたね。はい、ストレートわずかに外れてボール。ストライクが入りません。打った。これもいったか。入った。ここ打順は3番山本。カープさらに得点を上げ引き離しています。赤星さん、ここまで相手投手の立ち上がりを見事に攻めることができてますね。そうですね。イーグルスピッチャーが変わります。右バッター落ちました。わずかに左に切れました。ファールボール。打ちました。ワンバウンドヒットになりました。ノーアウトランナー一塁です。打席には5番バッター浅村。ヒットでランナーを一塁に置いています。最初は変化球できました。ストライクです。インサイド変化球外れます。打ちました。センターに大きな打球。センター深いところ破っていきました。チャンスを広げていきます。おさあ、そしてバッターボックスにはオースティンが入ります。さあ追加点の欲しい場面。リードしてますが、取れる時に取っておきたいですよね。まだ安全圏ではないですからね。なるほど、そうですよね。打ちました。破りました。センター前。サードランナーホームイン。カープ赤星さん、犠牲フライの打ち方というのはあるんでしょうか。打ち方というよりも、まずは低めのボールを捨てて高めのボールを狙うことができるかですかね。なるほど、そうですか。外れました。161キロ。3球目は何で来るか。ファウルです。打ちました。あっと、取れない。サードランナーホームイン。カープ1点。ピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは際どいコース見送っています。
ボール。またインコース。ここは見極めました。これが3球目。力のあるまっすぐですね。はい、ストレートが決まっています。打ちました。ヒットになった。バックホームする。ランナーが高く。初球から際どいコースをついてきます。これが2球目。よく見極めましたね。はい、ストレートわずかに外れてボール。151キロ。これが4球目。うちのボール打った。さあサードランナーはどうする。サードランナースタート。タッチアップできません。ワンアウト満塁と変わります。バッターボックス古田。カープこの回バッターボックスには代打のローン。まあここでさらに点差を広げておきたいですよね。外の球打った。抑えた。二塁アウト。ダブルプレイ。チェンジです。ここでカープ守備を変えてきました。ついに最終回を迎えました。追いかけるイーグルスの攻撃。打順は4番大谷。カープリードで迎える最終回です。さあ援護点をもらってのこの回のピッチングとなります。引っ張った。ファーストが取る。一塁そのまま入ってアウト。バッターは5番柳田。荒垣まずは先頭バッターを打ち取っています。インコース詰まりました。坂本が掴んで2アウト。バッターボックスには6番王。2アウトになっています。この回の荒垣3球でアウト。効率のいいピッチングです。そうですね、まあ、理想的な投球と言えるでしょうね。はい、さあ次のバッターはどうなるか。低めの変化球です。インサイド落ちました。ファウルになります。2ボール2ストライクです。高めのボール打ちました。ライト。カープ点差を。初球ボール。スピードボールを持っています。ボール外れました。ボールです。ボール先行です。稲本で決めてきました。ストライクです。152キロ。引っ張った。ワンバウンドヒットになりました。ツーアウトランナー一塁。8番バッターはキャッチャー森。ヒットでバッターボックスには代打の丸。さあ里崎さん、ここで変えてきましたね。そうですね、まあ、ただこういう場面を確実に抑えることが勝ちにつながってきますからね。そうですね。インコース詰まりました。この打球は内野フライ掴んでアウト。これで3アウト。試合終了です。広島東洋カープ対阪神タイガースのゲームを解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。里崎さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか、ここ注目ですよね。まあそうですね、どちらが先に流れをつかめるかですよね。はい、先に流れをつかむか、この辺り見ていきたいと思います。豪快なスイング打ちました。センターだけ伸びる。バッターは2番に入っている高橋。千賀まずは先頭バッターを打ち取っています。最初は変化球できました。ボールになります。コーナーギリギリに決めましたね。はい、アウトコース変化球が決まってストライク。一気にレフトへ。ワンアウトランナー一塁です。打席には3番バッター柳田。ヒットでランナーを一塁に置いています。
マウンド上のピッチャーは千賀、そしてキャッチャーは打ちました。ショート取った。ツーアウトになりました。さあそして打席には王が入っています。さあツーアウトながら先制のランナーを得点圏に背負います。まあ先制がかかってますし、ここはしっかりアウトを取りたいですよね。なるほど、そうですね。痛烈、ヒットになった。ホームに送球するか。さらにピンチになりました。ツーアウトランナー三塁一塁。さあそしてバッターボックスには落合が入ります。さあなおもピンチの場面。向こうの攻撃がいい流れになりつつあるんで、ここで断ち切りたいですね。そろい、そうですよね。さあ3球目は何か。インサイド、高い打球センターへ。丸が抑えて3アウトチェンジです。さあこれからタイガースが守備につきます。バッターは田村。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。初球はボールになりました。スピードボールを持っています。低めの変化球は決まりません。ボール先行です。打ちました、いい当たり。アウト、ワンアウト。バッターは DH 吉田。山本、まずは先頭バッターを打ち取っています。さあ初球は何か。初球ボール。痛烈な打球、打った、入った、ホーム。初球は何で来るか。打ちました、センターが取りました。ツーアウトです。バッターボックスは4番浅村。ツーアウトになっています。打った、大きな打球になった。ボールはそのままフェンスに直撃。バッターランナーは2塁到達。ストライク。このボールは見送るのが精一杯、ストライクです。際どい球、わずかに外れています。154キロ。今のはよく我慢しましたよね。はい、インコースわずかに外れてボール。152キロ、インコース詰まりました。ここは打ち上げています。試合は最終回まで来ました。追いかけるタイガースの攻撃、6番バッター山崎。カープ1点リードで迎える最終回です。打ちました、いい当たり。弾き返した打球はセンターへ。バッターボックスには指名打者の浅村。千賀、まずは先頭バッターを打ち取っています。打ちました、いい当たりだ。大きな打球になった。センター左へのヒット。バッターランナーは2塁到達。さあそして打席には坂本が入っています。まあ嫌なバッターが続きますけど、はい、集中を切らさずにいってほしいですよね。カープピッチャーが変わります。一打同点の場面。ストライク、初球ストライク。ボール、見送ってボール。出ました、ファウルボール。ワンボールツーストライクです。このピンチ、見事三振を奪いました。はい、バッターボックスには代打の中村。里崎さん、この場面で変えてきましたね。そうですよね、重要な場面ですからね。まあただここを抑えることで自分たちに流れを呼び込みたいですね。なるほど、そうですね。さあここを抑えていけるかどうか。インコース、インコースと続きます。見送っています。ボール、レフト線へ持っていった。深いところフェアになった。セカンドランナーホームイン。タイガース初球ボール。惜しいボールでしたね。はい、外のストレートわずかに外れてボール。ボール先行です。レフトに持っていった。大きな当たりが外野を襲っている。ボールはそのままフェンスに直撃。カープ
バッターボックスは2番高橋。カープこの回1点を失っています。さあ土壇場で同点に追いつかれ、なおも一打勝ち越しという局面。相手打線が勢いづいてきてるんで、これ以上乗せないように食い止めないといけませんね。そうですね。スタンドに入ります。外れました。際どい球、ボールになります。スリーボールになりました。カープピッチャーが変わります。一打勝ち越し。際どいがあっとフォアボールです。これではバットが出ません。ストライクです。はい、変化球が決まっています。ここはあっという間に追い込んでいます。インサイド打った、セカンド取った、一塁アウト、これでスリーアウト。はい、ここでタイガース守備を変えてきました。2回の裏になります。カープの攻撃、バッターボックスは6番佐藤。カープ内のボール打った、ここは打ち上げています。ライトフライ掴んでアウト。バッターは7番に入っている坂本。山本まずは先頭バッターを打ち取っています。しっかり捉えた、入ればサヨナラ。センターフライ掴んでアウト。バッターボックス丸、2アウトになっています。この回のカープ打線ですが、2球でアウト、あっという間に2アウトです。ちょっと淡白な攻撃が続いてしまっていますよね。はい、そうですよね。インコース決まりました。ワンボールツーストライクです。さあ勝負してくるのか。打った、一塁アウトでスリーアウト。3回に入ります。タイガースの攻撃、この場面で迎えるバッターは4番。さっきはいい当たりでヒットを打たれてますからね。ええ、まあタイミングが合ってるようなんで、ここは注意が必要ですよね。そうですね。カープ同点で迎える最後です。いい当たり、勝ち越しなるか、入った。カープバッターボックスは5番落合。カープこの回勝ち越しを許しています。初球わずかに外れてボール。それいいボールですね。アウトローの変化球、キレがあります。惜しいですね。決まったかと思いますよね。はい、変化球わずかに外れてボール。打った、高く上がった、ぐんぐん打球入った、ホームラン。ピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは打ちました浅村、アウト、ワンアウトです。バッターは今日 DH に入っている浅村。さっきはツーベースを打たれましたからね。はい、そうですね。ここはしっかり低めにコントロールして、長打は避けたいですよね。そうですね。ワンアウトランナーありません。次が3球目、低めの変化球は決まりません。ナイスボール、このクロスファイヤーがいいですよね。はい、ストレートが決まっています。ツーボールツーストライクです。バッターボックス坂本、先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。さっきは最後うまく裏をかいた感じでしたよね。打ちました、いい当たり、打球はセンターへ。カープ最後の攻撃になります。バッターは9番に入っている古田。バッターボックスには代打のローズ。さあ赤星さん、ここで代打を起用してきました。そうですね、まあ1点でも多く返しておきたい場面ですから、しっかり得点につなげる仕事をしてほしいですよね。そうですね、この起用に応えたい。バッター有利なカウントになりました。
いい当たり抜けた。セカンドランナー帰れば3点差。レフトの前ワンバウンドヒットになる。さあそしてバッターボックスには田村が入ります。さあなおもチャンスで満塁の局面。攻撃がいい流れになりつつあるんで、しっかりつないでいけばまだまだいけますよね。なるほど、そうですよね。しっかり捉えた、落ちた、ヒットになる。サードランナーがホームに帰っていきました。まず最初のボールを決めていきました。一度ボール球打っていった、一塁線フェアだ。サードランナーホームイン。カープ1点返しました。5対4、1点。ここで期待に応えました。点差を縮めます。やっぱりこういう状況でこのバッティングできる。ここは犠牲フライで OK ではあるんですが、まあ、クリーンナップなんでそれ以上期待したいですよね。はい、さあクリーンナップらしいバッティングができるんでしょうか。広島東洋カープ対中日ドラゴンズのゲームを、解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。里崎さん、リズムに乗るためにも先頭バッターをしっかり抑えたいですよね。まあやっぱりこの先頭バッターをしっかり抑えることが重要になってきますからね。はい、インサイド見送っています。155キロです。はい、ストレートわずかに外れてボール。引っ張った、これはファーストライナー。バッターは2番に入っている京田。山本、まずは先頭バッターを打ち取っています。ストライク、いいところへ決めてきます。ストライクです。スピードボールを持っています。インサイド落ちました。取ってツーアウトです。バッターボックスには3番福留。ツーアウトになっています。まず内をついてきました。155キロがいきなり出ました。インコースボール、ボール先行です。いいボールでしたけどね。はい、ストレートわずかに外れてボール。ストライク入りません。いい当たり、レフト前ヒット。2アウトランナー1塁。バッターは DH 落合。ピットでランナーを一塁に置いています。マウンド上山本、そしてキャッチャー古田。このバッテリーをドラゴンズ打線がどう攻略していくか。2球目打ちました。古田が掴んで3アウトです。さあこれからドラゴンズが守備につきます。田村が打席に入ります。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。まず何を投げてくるか。最初は変化球持ってきました。ストライクです。打った、一二塁間を破る先制のランナー。バッターボックスには指名打者の吉田。ヒットでランナーを一塁に置いています。ストライク、最初は変化球できました。ストライクです。打ちました。センターへ打球伸びる。クリーンナップが登場します。バッター山本、ワンアウトになっています。打った、高く上がった、
右中間を深々と破るヒットになりました。チャンスを広げていきます。ワンアウトランナー三塁二塁。さあそして打席には浅村が入っています。さあ一打先制のチャンス、早いうちに先制して相手にプレッシャーを与えたいですよね。なるほど、そうですね。うん、よく見極めましたね。はい、変化球わずかに外れてボール。うん、よく見極めましたね。はい、インコースわずかに外れてボール。ストライク、インコース打ちました、いい当たり、切りました、ファウル。抜けていれば先制かというところでした。打ちました、ライトに強い打球、スタンドには届きません。そしてセカンドランナーもカープが期待を、初球は何から入ってくるか、ライト方向を流しました、一塁線落ちてフェア、セカンドランナーホームイン。カープここは中途半端なバッティングでゲッツーなんてことにならないようにしたいですよね。なるほど、さあバッターは何を待っているか、ボールになります、ボール先行です。しましたよね。はい、変化球わずかに外れてボール、ストライクが入りません。インサイド落ちました、右中間に強い打球、右中間破っていきました。チャンスを広げていきます。ワンアウト三塁二塁です。さあそしてバッターボックスには坂本が入ります。さあ得点圏には追加点となるランナーを置いています。まだ序盤ですし、リードは大きいに越したことはないですから、ここもしっかり得点しておきたいですよね。なるほど、そうですよね。よく見ましたね。はい、外の変化球わずかに外れてボール、ボールが3つになります。打ちました、いい当たりだ、ライトポール際、判定はファウル。打ちました、いい当たりだ、大きな打球、そのまま劇的な一発。